いや早いな。よかった。よかったね。早いよな。いやずっと眠いな。あったかいからかな。いやもうずっと寝れるわ。ね、正月が一番最後ってわけ。いやそうなの、ね。結局ですね。うん、ね。うん。どうする？なんかこのままだったらさ。うん。このままでもいいんだけどさ、まあ、せっかくなんか撮ってるし、うんうん、なんか語っとく？語っとくか。語っとくか。本当？語るの？お正月といえば、うん、まあ、新年の抱負でも語っとけますか？抱負か。抱負ある？抱負、なんだろうな。まあ。今年はね、うんうん、まあ僕はね、なんとしてもね、みんなアルバムが出るからね。いや、でかいな、だと一緒が。そうだよ。いや、みんなと歌って楽しみですね。そうだね、アルバムのね、楽しみだね。いきなりだからね。うん、確かに、5周年次。あ、そうだね。5周年だね。あれ？あれ？ 5 周年だよね。ですよね。早ー。次で5周年まるまる経った。もうちょっとじゃん。だって来月だよ。うん。え？アルバムもそうだけど。あ、そっかそっかそっか。早いなぁ。5年も経っとるんか。ねえ。すごいね。すごいね。うん。いやー。あ、けどさ、歌もさ、すごい良かったしさ、いや、楽しみだね。いや、最高だった。いや、みんなにさ、歌ってもらえてさ、嬉しかったですよ。ありがとうだなぁ。こちらこそありがとうさ。今年の抱負は、今年。うん、なんだろう、今年の抱負？うん、あんま思いつかないな。脳がちょっとこたつでとろけちゃってる。でもね、あったかいから。あったかいからね。うん、あったけー、あったけーっていう歌作ったら。あったけんだから。なんかちょっとあったけんだから。それ大丈夫？著作権的にパクっちゃってる。作っちゃうよ。そうだね。でも今年はさ、うん、曲今年は、うん、そうだな。でも曲をもうちょっと作れるようになりたいかな。おお、うん、なるほどね。スピードが遅いからさ、いっぱいね。でもそれぐらいこだわって作ってる。うわ、ん、大丈夫ってこと？うん、ありがとう。なるほどな。ちょっと頑張りたいかな。いいじゃないか。おかげ先生は、ちょっと寝てるけど。うん、今年か。なんかある？焼きそば食べたいな、いっぱい。ねえ、さっきからずっと言ってるよ。それ今年じゃなくて、もうずっと食べたいって言ってるよ。焼きそば、何焼きそば食べたいの？いや、でも普通のがいいな。なんかソース食べたい。今焼きそばあったら。木陰の今年の抱負は焼きそばを食べるです。よしよし。いい目標だな。うん、すぐ叶えそうだ ね。確かに。この後叶うよ。叶う。どう叶うの？作ってもらおう。え、最高じゃん。たままに、ね、いい正月だな。たままにね。お正月はいいな。お正月だからなんかあのね、うん、レンジャーなんだっけ、ゴージャスないいね、デンジャラス。焼きそばを。デンジャラス。かまぼこみたいな。かなぼこ？かまぼこ。かまぼこ？そう、かまぼこみたいな。あ、かまぼこね。かまぼこね。なんでも正月ってかまぼこ。かまぼこ。あ、かまぼこ？かまぼこ。ゲスタルトもなんかさ、うん、かまぼこってさ、うん、なんか、ボコボコしてる。なんか、してないよ、ね、かわいそうな。うん、ニュアンスだね。不思議な。かまぼこ？ひなたぼっこ的な？そう、なんかボコボコにされて、じゃあ悪だからね。なんかボコ筋とか、なんか漫画とかであるじゃん。うん、もうなんかそのボコは想像してしまうんだよね。どんな漫画読んでるんですか？
主人だから治安が悪いのよ。おわあれあー寝たいなー、もう眠たくなっちゃう、ちょっと寝ちゃおうかあ、寝ちゃおうかな、いいなー、あーあー、じゃあみんなよろしく、よいお仕事をお過ごしください。できたじゃないですか替え歌じゃん、それだったら。え、そうなの？ね、なんか原曲があるんですか？バナナ、はあ、あ、バナナか、それそれあれですね、ひなたと木陰が嬉しそうに歌ってたやつ。うん、聞いたことない曲だ。ワニと一緒に踊るバナナね。あそこいいよな。ね、全然知らない曲なんだよ。ポンポコツルリン、ポンツルリンバナナ、アミカン。